オブジェクトのせいで戦争っていう言葉の重みを忘れてたみたいだけどな。あ、来ましたわ。彼らですわよ。まあ、この奥が会場か。てかさ、一応貴族様だろ。俺より礼服が似合わない人間なんて初めて見たぞ。うっせえな、てめえだって似たようなもんじゃねえか。タイが曲がってるぜ。あ、国に戻った俺たちを待っていたのはヒーローとしての称賛の嵐だった。そして今日俺たちはその功績を称えられ表彰されるらしい。最初は何かの冗談だと思ったけど、どうやらマジみてえだな。お前たちの成し遂げたことはそれだけ驚異的だったのよ。なぜかご褒美とかすげえ高くねえですか、フローレーティアさん。暴力的なまでに。 TPO はわきまえているつもりだから。ほら、 お姫様。確かベイビーマグナムの発展改良型と次の戦場へ行ったって。お前たちに言いたいことがあるそうでね。出発を少し遅らせたのよ。ほら、メリンダ。二人ともありがとう。私のこと助けてくれて。俺まだちゃんと言ってなかったから。あ、俺たちの方こそ、お姫様がそれまでずっとたった一人であの化け物と戦うのがどういうことかなんて考えたこともなかったよ。だからありがとな、お姫様。俺たちを守ってくれて。ハハハハ。